はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日は Python で図形を組み合わせてデジタルアートを作ってみようというテーマでお送りします。こちら Google コラボラトリーなんですけれども、こちらでですね、実行できる、図形の作図ということで、作図をですね組み合わせて、いろいろなですね、形を組み合わせてデジタルアートになるんじゃないかということでやっていきたいと思います。本日ご紹介する図形ですが、リサージュ図形、ローズ曲線、スピログラフ、ギルベルト曲線、ドラゴンカーブ、ペンローズタイル、トロコイド曲線、マンダラとなっております。早速やっていきたいんですけれども、一つだけですね、こちら Google コラボで実行する際に必要になってくるものですね、ジャパニーズマットプロットリブというものをインストールしておいてください。ちょっとこちらインストールしないと日本語をですね、表示させることができないので、試したい方はこちらインストールしておいてください。まず最初の図形はですね、リサージュ図形というものです。2つの正弦波を組み合わせてできる曲線で、周波数や位相の違いで様々なパターンが生成されるというものですね。サイン波みたいなものですね。それを使って、組み上げた図形ということで、どんな図形ができるのか見ていただいた方が良いかなと思います。こんな感じですね。なかなか説明をしづらいところはありますが、こういった曲線ですね。ここら辺を、パラメータを変えることで、いろいろな曲線を描けるようになっています。少しですね、複雑な形で、先ほどのリサージュ図形をもう少し複雑な図形にしたものが、こちらのコードですね。こちらも実行すると、こんな感じになります。いろいろなリサージュ図形を、色変えてどんどん組み上げていくと、こんな感じになるので、リサージュ図形もですね、1個だけだとよく分かりませんが、ちょっと複数組み上げるとですね、ちょっとアートっぽくなるんじゃないかなと思います。続いてローズ曲線ですね。これは極座標を使って描く、花のような形の曲線というものらしいです。詳しくは自分もよく分かっておりませんが、これもですねパラメーターを変えることで、いろいろなですね図形を描くことができます。花っぽい感じの曲線になるよということで、これだと、5つの花ということですね。ちょっとこれだけだとですね、よくわからないと思いますので、今度はですね、様々なパラメータを変えてですね、いろいろプロットしてみたいと思います。今度縦横でパラメータをちょっと変化させたもので、プロットしますんで、好きなパラメータがあったらですね、その値のものを使ってみるという手があるかなと思います。こんな感じですね。K っていう変数と A っていう変数ですね。それを、それぞれですね、変えると、こんな感じになりますというものです。真ん中の点はほぼほぼ動かず、ちょっと花びらの数が増えたり減ったり、大きくなったり小さくなったりみたいな感じになるかなと思うので、好きなパラメータを使ってですね、いろいろ描いてみると面白いんじゃないかなと思います。続いてはスピログラフですね。歯車を使って描くような複雑な曲線で、パラメータを変えることで、多様な形ができるというものです。スピログラフに関しては、子どもの頃あったかどうか分かりませんが、ギザギザのですね歯車みたいなやつで、それの中に鉛筆を差し込んでですねぐるぐるすると、なんか、鉛筆の跡がですね、綺麗な模様になるみたいな図形です。スピログラフ単体の作図セットみたいなものも売ってるかなと思いますので、そいつを
Python でシミュレーションしたものと考えていただくのがいいかなと思います。まあ、歯車が通った後が曲線になる感じですね。はい、じゃあ Python だとですね、まあ、歯車みたいなですね円を指定してですね、その周りを回らせるみたいな形で作図するというものになりますんで、まあ、こんな感じのですね図形になります。まあ大きな円の中にですね歯車でこんなぐるぐる回すと、まあ、こんな感じになるよというものですね。はい、結構綺麗な図形が描かれているんじゃないかなと思います。まあ、こいつもですねこれだけだとちょっとわからないと思いますので、まあ、いろいろですね、パラメータを変えて縦横でですねグリッド表示してみると、まあ、こんな感じになります。先ほどのですね、まあ、スピログラフと呼ばれるものなんですけれども、まあ、こんな感じのですね、複雑な模様から、まあ、結構シンプルなですね星型みたいのも、まあ、描けちゃうということで、まあ、実際の実物スピログラフ持ってる方はなかなか少ないかもしれませんが、そういったものもですね一応 Python ではシミュレーションできてしまうので、まあスピログラフなくてもですねパラメータ値変えていただくと、まあいろいろな図形が描けるよということになります。もうちょっとスピログラフやってみましょうね。もうちょっとヘンテコリンなものを描くと、まあこんな感じになりますね。はい、こちらのスピログラフは3つの車輪ですね、大きな円、中黒な円、ちっちゃい円みたいな形で3つ組み合わせると、まあ、今度は汚い形になっちゃいましたね。はい、ただ、まあ、左右対称というか、上下対称には見えるかなという感じではありますが、なかなかここら辺はパラメーターの調整が難しかったです。続いてスピログラフとリサージュ図形ですね、これを組み合わせるとどうなるんだいというのをやっていきたいと思います。まあ、先ほどご紹介したスピログラフですね、歯車が回るその後をぐるぐる鉛筆で描いたようなやつと、リサージュ図形、まあ、サイン波で描くようなものを合体させるとどうなるんだというのがこちらです。スピログラフと、まあ、リサージュ図形に必要な、まあ、パラメータ値ですね、こちらを、まあ、適当に設定してあげて、スピログラフの方程式とリサージュ図形の方程式で、作られた数値を、まあ、合成するという形で、まあ、最終的な形が組み上がるというものです。実際にですね、やってみると、まあ、こんな感じになります。まあ、サイン波のぐるーんっていうのと、歯車でぐるんぐるんってやったやつが、まあ、合体すると結構複雑な、形が描けるのかなと。まあ、もともとですねスピログラフとかは、上下左右対称に近いものができていたりもしましたが、それが少しですね対称性が崩れるような形でちょっと複雑なものもできたりするかなと思います。次はヒルベルト曲線ですね。フラクタルというですね、図形の一種がありますが、まあ、それの一種で、空間を埋め尽くすフラクタル、そして曲線が空間を埋めるように、まあ、描かれるようなものというものですね。はい、これも説明をするのは非常に難しいので、こちらのコードを実行するとヒルベルトカーブと呼ばれるもの、ヒルベルト曲線ですねができますので、まあ、ちょっといろいろ試してみてください。一応ですねオーダーという変数の、まあ、この数値を変えるとですね、まあ、細かくなったり雑になったりする感じになります。まあ、大きくすればするほど、まあ、どんどん細かくなっていくという形にはなりますね。続いてドラゴンカーブですね。繰り返し折り返すことで生成されるフラクタル曲線というものです。まあ、これもですね繰り返しに近い、まあ、フラクタルというものですが、その名の通りですね、ドラゴンっぽいというものです。竜の形に近くなりますが、やや複雑な関数を必要とする感じになってますので、ちょっとコード自体はですね長くなっておりますが、まあ、こちらのコードをですね、実行していただくと、まあ、ドラゴンっぽいものが出来上がるよというものですね。まあ、遠目で見て細目で見れば竜と言えなくもないと、なんか中華料理屋の、
どんぶりに、よく描かれているような、まあ、模様っぽいものですね、そういったものが作ることができます。で一応ですね、これも変数オーダーというのが、ドラゴンカーブの階層を司る変数になっているので、この数値変えるといろいろですね、模様が変化します。続いてですね、ペンローズタイルと呼ばれるものなんですが、非周期的に平面を埋め尽くす感じのタイルのパターンということではあるんですけど、ちょっとこちらのコードだとですね、完全なペンローズタイルではないものが出来上がってしまいました。なので、ペンローズタイルは、もうちょっと違うものなので、これはちょっとですね、ペンローズタイルっぽくないけど一応ペンローズタイルという関数にしてしまったので申し訳ないものが出来ています。でまあ、こいつもですね、ちょっといろいろ試行錯誤を繰り返した結果、あんまりいい図形にはなりませんでしたので、まあ、これはですね、ちょっと左右対称でもない、なんか幾何学的な模様を描きたい時だったら、こいつは使えるのかなというものです。続いて、トロコイド曲線ですね。円が他の円の内側や外側を転がることで描かれる曲線と呼ばれているものです。なので、まあ、トロコイド曲線自体も大きな円と、まあ、小さな円を指定してあげるというものになります。でその2つの円を組み合わせてできた図形というのが、まあ、こちらのトロコイド曲線ですね。スピログラフとかなり似ていますね。ほぼほぼ一緒なんじゃないかと思うぐらいのものになりますが、まあ、これがトロコイド曲線と呼ばれるものです。でこちらもですね、ちょっといろいろ数値を変化させて縦横で、たくさん表示してみたいと思います。こんな感じになりました。ちょっとスピログラフとはですね似てるところもあったりしますが、まあ、こんな感じの図形ができたりします。続いて、まあ、スピログラフとリサージュ曲線とドロコイド曲線ですね、こいつを3個合体させたらどうなるかというものですね。はい、3つ組み合わせると、まあ、結構パラメータが多くて大変ですね。はい、ということで、まあ、スピログラフとリサージュ曲線と、まあ、いろいろ組み合わせてですねやるとどうなるかというものですね。こんな感じのものができました。まあ、いろいろな図形を組み合わせることでどんどん複雑な図形になっていくよというものですね。これだと上下は、対称になっているように見えますかね。続いてですね、先ほどのやつを、円周上に、まあ、配置したものがこちらの図形です。先ほどとの違いはですね、まあ、単純に組み合わせて、何個も配置しただけというものになります。円状にですね、一応36個配置すると、こんな感じの図形になります。はい、で色を変えてあげるとですね、まあ見たことあるかないか分かりませんが、こんな感じの図形になりました。ということで、まあ複雑なやつをさらに、足し上げて、いろいろな円状とかですね、まあ、いろいろなものに配置をしてあげると、まあ、こんな感じにですね、複雑で綺麗な模様が出来上がるよということになります。最後の図形としてマンダラをご紹介したいと思います。マンダラというのはですね、まあ、聞いたことあるかもしれませんが、仏教用語っぽいですね、円心、同心円状や同心方形状に円や方形の図形を配置した図形というものですね。まあ、中心からですね、外側に向かって、まあ、広がっていくような円と呼ばれるものが、まあ、マンダラかなと思いますが、まあ、見ていただくのが早いかなと思います。マンダラっぽいものですね。はい、まあ、こんな感じで、マンダラっぽいもの、まあ、中心からですねどんどん広がっていくようなマンダラっぽいものが、まあ、できるかなと思います。でこちらもですね、マンダラは、まあ、円状にですね、円とか四角を、まあ、組み合わせてどんどん配置したものということになりますが、まあ、これもですね、いろいろな円とかを組み合わせて描いていくと、まあ、こんな感じになります。これは、まあ、中心からですね、
円状に、まあ、円をですねすごくたくさん並べたると、で色も変えたるというような、図形になっています。でこれもまあ法文でですね、単純に円をダーッと並べただけというものではありますが、まあ、なかなか綺麗な図形になっているんじゃないかなと思います。マンダラもうちょっとやってみましょうね。こちらのコードで実行すると、まあ先ほどとはですね、少しだけ、隙間ができた感じではありますが、まあなかなか明るくて綺麗な図形になっているんじゃないでしょうか。最後のコードになりますが、これもマンダラですね。マンダラですが、先ほどとはまあちょこっとだけですね、パターンを変えているので、ちょっと複雑にしすぎるとややごちゃっとする感はありますが、まあ、マンダラっぽい何かができているかなと思います。まあ、実際のマンダラは、まあ、手で描くような感じになっているので、もうちょっと人間味がありますが、まあ、一応、まあ、円と円を組み合わせると、まあ、こんな感じの図形になるよというものになります。ということですね、まあ、本日はデジタルアートに使える、まあ、図形の描き方、作図の仕方っていうのを、ご紹介させていただきました。まあ、いろいろな図形を組み合わせればですね、まあ、こんな感じのアートっぽいものになると。ちょっとこれだとですね、まだアートとしては未完成品なので、もうちょっと複雑なですね、図形を組み合わせると、ちゃんとしたデジタルアートになってくるんじゃないかなと思います。興味がある方はですね、Google コラボなどでコピペして、試して、いろいろ改造して遊んでみてください。本日はここまでです。それでは。